ベーダー・セベリン・クロイヤーがヒップ・ヒップ・フレイ1888年。19世紀デンマークにおける芸術家たちのパーティーを描いたもの。第二次世界大戦の勝利を祝した英国マーゲートでの路上パーティー。1945年9月パーティーは祭りや記念日や特別なイベントを祝う一環として、社交、観団、遊興を楽しむ趣向で主催者より招待された人たちの集い。 典型的なパーティーでは食べ物や飲料が振る舞われ、音楽やダンス他の催し物が行われることも多い。多くの西洋諸国では、ティーン世代及び成人を対象としたパーティーがアルコール飲料の摂取と関連している。この他、共通目的を持つ人々の集団を単に指す場合もある。一部のパーティーは、誕生日、大会で優勝、ハロウィンなど、特定の人物や、 日付や出来事を祝って開催される。この種のパーティーはしばしば祝賀会とも呼ばれる。パーティーは私的なものだけとは限らない。飲食店などで公開型のパーティーが開催される場合もあり、参加者たちには主催者より会費が請求されるものもある。行動で行う大規模なパーティーには、マルディグラや長期の戦争を終結させる平和条約の調印などの出来事を祝うものもある。 人が集まって、主食を共にし、歌や踊りを楽しむ週、沢山まり。英訳すると、バンケットだが、これは、たくさんの人で、品格をもてなす盛大な縁というニュアンスである。ハッピーバースデーのろうそくをともした、バースデーケーキバースデーパーティーでの、子供たちバースデーパーティーは、祝われる人物が生まれた、記念の祝賀である。 この伝統は西洋で19世紀半ばに始まったが20世紀半ばまで普及しなかった。現在では誕生日会が多くの文化で行われている。西洋文化ではバースデーパーティーに多くの一般的な儀式が含まれる。来客側には誕生日を迎える人へのプレゼントを持ってくるよう要請される場合もある。パーティー会場が 風船やリボン等で華やかに装飾されることも多い。バースデーケーキが一般に火を灯したろうそくと共に提供され、誕生日を祝う言葉がかけられた後に火が吹き消される。誕生日を迎えた人には最初にケーキを切り分けた部分が与えられる。バースデーケーキがテーブルに持ち込まれる際には、誕生日を祝う Happy Birthday to You などの歌がゲスト側によって歌われる。 子供向けのバースデーパーティーではお祝いとして渡されたプレゼントを一つ一つ開ける時間が取られることも多い。また子供向けの誕生日会では主催側が来てくれた子たちにグッディバッグという形でお返しのギフトをするのも一般的である。子供や大人でもカラフルな高温型のパーティーハットを被ることがある。バースデーパーティーは文化の中で 節目の年とみなされる年齢に達した人を祝う場合により盛大かつ豪華になることが多い。欧米では幼少期から成人期への移行を祝うのが伝統で北米の16歳誕生日やラテンアメリカの15歳誕生日などがある。ユダヤ教徒も成人期への移行を祝うバルミツワーを行う。日本では60歳の還暦、77歳の記八88歳の ベージュなど、恒例の誕生日でがの祝いを盛大に行うことがある。サプライズパーティーは、祝われる当人には、事前告知することなく、突然お祝いをするパーティーである。誕生日のサプライズパーティーが最も、一般的な形である。大半の、こうしたパーティーでは、ゲスト側の方が、当人の来る1時間ほど前に到着している。多くの場合、 サプライズを仕掛ける友人は何も伝えず、当人をパーティー会場へと連れて行く。ゲスト側は、視界から身を潜めておき、当人が部屋に入ると隠れ場所から飛び出て、全員で突然、おめでとう。と叫んだりする。一部の誕生日サプライズパーティーでは、それは祝う当人に衝撃を与えるために良い、やり方だとみなされている。リボン、スプレーガング風船などがこの目的で使用される。 場合もある。装飾や風船といったパーティーの証拠は、家の外観から見えないようにしているので、当人は何も疑わない。1920年代に描かれたフォーマルな晩餐会。マルグリッド・マーティンがディナーパーティーは、人々が夕食を供する、社交的な集まりで、通常は主催者の自宅にて行われる。最も拡張を高い晩餐会では、テーブルセッティングされた。 ダイニングテーブルに生産が提供される。晩餐会に先立って、今やバーでのカクテルアワーがあることも多く、来賓側はカクテルをたしなみながら観談する。通常食事中にはワインが提供され、各料理に合わせて異なるワインがついてくることも多い。さほどフォーマルでない晩餐会では、ビュッフェが振る舞われる。来客側はビュッフェから食べ物を選び、会話しながら立食する。 ビュッフェ形式なら女性客はカクテルドレスを着用しても問題ないとされ男性はブレザーを着用しても構わないより砕けた夕食会では主催者がゲスト側に飲食物を持参するよう依頼する場合もあるこの種のパーティーはポットラックと呼ばれる米国ではこの持ち寄り食事会が教会やコミュニティセンターでごく頻繁に開催されるガーデンパーティーとは 公園や庭園で開かれるパーティーである。ガーデンパーティーは通常野外で行われる他の集まりよりも格調高いパーティーである。ガーデンパーティーが栄誉のイベントになっている場合もある。例えば英国君主によるバッキンガム宮殿の庭やホリールードハウス宮殿の庭で開かれるガーデンパーティー招待が栄誉あるものとみなされている。日本だと天皇。 皇后が主催する赤坂御園の園遊会がこれに相当する。フランスの大統領はパリ祭り当日にパリのエリゼ宮殿でガーデンパーティーを開催する。カクテルパーティーはカクテルが強制られるパーティーのことでカクテルレセプションと呼ばれることもある。このパーティーに参加する女性はカクテルドレスを着用して構わない。ファッション上の主張としてカクテルハットが 時折着用されたりもする。屋外でのティーパーティー英米文化におけるティーパーティーとはアフタヌーンティーのための拡張高いパーティーである。伝統的にこの会には女性だけが参加していたが男性が招待される場合もある。西洋のティーパーティーはしばしばボーンチャイナや銀器などの壮麗な食器類を使うのが特徴である。そのテーブルは大きさや価格が何であれ 布ナプキンと調和するカップと皿で最も美しく見えるようテーブルセッティングが行われる。お茶に加えて大規模な会ではパンチを提供したり、寒い時期にはホットチョコレートが提供されたりもする。お茶と一緒に様々な軽食もついており、キュウリやトマトなどの薄いサンドイッチ、バナナ、ケーキ、パン、クッキーなどが一般的である。日本の伝統的な作道で行われる。 亭主がお茶を立てて客人に振る舞う集まりもティーパーティーにあたる。お茶明けとして、洋館、饅頭、最中などのお菓子が添えられたり、大きな茶会では、天津と呼ばれる軽食が出されたりもする。美術展覧会幕明けでのレセプション公的なレセプションとは、バッキンガム宮殿、ホワイトハウス、迎賓館赤坂離宮など、多くの場合をごそかな会場で、 多数の来賓を受け入れることを意図したパーティーである。主催者と主品は入り口付近にて席地順に出迎えの列を作る。来賓は到着時にそれぞれ主催者に伝えられて順番に挨拶する。各来賓は格式に沿って自分の名前、儀礼的な挨拶や祝賀だけを出迎えの列にいるおののに伝える。このようにして来賓の列は 不必要な遅れもなく着実に進んでいく。このやり方で各来品を正式に受け入れた後なら主催者は来品と交流しても構わない。学術会の集まりではさほど堅苦しくないレセプションが一般的で時には客員講師を称えたり長年貢献してくれた職員の退職といった特別な催しを祝う。またシンポジウムや学会の場でも 参加者が非公式に語り合い交流する会合としてレセプションが一般的である。これらの会合には着座式の夕食会や砕けたビュッフェ形式の立食が伴う場合がある。レセプションは画廊や美術館での展覧会の幕開けを祝うのに開催されたりもする。作者や展覧会を企画した学芸員が出席することが多い。 幕開け以外にも展覧会期中や終了時に祝賀レセプションが行われる場合もある。このようにすると、主品に出会う前に来客が自分のペースで展覧会を深く鑑賞する時間を増やすことができる。学術集会のように食べ物が提供されることも多い。レセプションでの軽食はコーヒーやレモネードといった最小限でも晩餐会と同等に凝ったものでも構わない。 18世紀のフランスとイギリスでは、夜に上流階級の客人を自宅に招待して、軽食や文化的な会話を楽しむソワレが、都市に住居を持つ裕福な既婚女性の間で流行した。夜会には洗練された音楽娯楽が含まれることも多く、この用語は依然として、特定の洗練された夜のパーティーという定義で使われることもある。社交界の女性主人には、 女優のほか実体以上の評判を備えた女性もいた。女性主人の人柄が明らかに夜会の性格と客人の選択を決定した。夜会の有名な女性主人としては、ヘスター・スレイルなどがいる。パーティーでのフォークダンス。ダンスパーティーは、来客が踊る、社交的な集会である。カジュアルで堅苦しくないものもあれば伝統行事もあり、卒業前に行うものや、 事前舞踏会が知られている。一般にダンスパーティーは日没以降に行われる。午後のダンスパーティーは英語圏だと正式にはティーダンスという。中にはスクエアダンスなど特定種類の踊りを特徴とするものもある。舞踏会は社交ダンスを特徴とする大規模で拡張高いパーティーである。女性客は清掃のイブニングドレスを身につけ、男性は塩味服を着用する。 ブロックパーティーは特定の外区や近隣の住民が参加する公開パーティーである。これは通常外区の道路を通行止めにしてパーティーを実施するため路上パーティーとも呼ばれる。一部のブロックパーティーでは参加者たちが家から家へと自由に渡り歩いて社交的な付き合いを行いアルコール飲料を飲むことも多い。仮面舞踏会では客人は 自分の身元を隠すために仮面を着用する。仮装パーティーの客人は仮装用の衣装を着用する。これらのパーティーはハロウィーンやマルディグラといった祭日に関連付けられていることがある。英米文化のクリスマス時期にはクリスマスパーティーを行うのが伝統的である。人々は近所の各家をめぐってクリスマスキャロルを歌う。よく知られているキャロルとしては おめでとう、クリスマス、ヒイラギ飾ろう、クリスマスの12日間、ジングルベル、サンタが街にやってくる、さやかに星は、きらめきなどがある。スペインでは、この種のパーティーが、エル・アギナルドと呼ばれる。英米とほぼ同じだが、唯一の違いはキャロルを歌う、子供たちに、チップが与えられる点である。スペインでは、クリスマスソングがビアンセコースと呼ばれ、主に小規模なパーティーで、 子供たちによって歌われる。ライブバンドが主催するダンスパーティーティーン世代から20代向けのダンスパーティーではバーやナイトクラブ等の施設に人が集まり客はハウス、テクノ、ディスコ等の音楽に合わせて踊る。ダンスパーティーの音楽は通常ディスクジョッキーにより選択され再生される。この派生パーティーとして大音量のハウス、テクノ、 インダストリアルミュージックで踊るレーブがある。レーブのパーティーは少ないと地下室で20人程度、クラブでは数百人程度、大型倉庫や野外で数千人程度、スポーツ競技場や遊園地など膨大なスペースでは数万人程度まで参加することがある。レーブが MDMA や幻覚剤といった違法薬物と関わっていたりもする。ホームパーティーは大勢の人々が 個人宅に集まって交流するパーティーである。ケグから注ぐビール飲料が供される場合は、英語圏でケグパーティーやケガーと呼ばれる。これらのパーティーは、北米、英国、オーストラリアで人気があり、合法的な飲酒年齢に達していない人々が出席することも珍しくない。時には未成年者にアルコール飲料を提供した理由で年配のパーティー参加者が処罰されたりもする。 また、騒音条例違反、風紀敏乱行為、アルコール飲料を違法販売する、闇店舗営業などの理由で逮捕される場合もある。大学キャンパスでは、学生友愛クラブによって、パーティーが取材されることも多い。屋外パーティーには、プッシュパーティーや、ビーチパーティーが含まれる。プッシュパーティーは、人里離れた森で行われ、友人が集まって、飲んだり話をする。 これらのパーティーはしばしば焚き火を囲んで行われる。ビーチパーティーは湖岸や菓子や海岸の砂浜で開催され、こちらも焚き火がよく行われる。学校に関連する彼らのパーティーとしては、プロムや卒業祝賀会などがあり、これは学校や大学を卒業したばかりの人を祝して開催される。プールパーティーは客がスイミングプールで泳ぐパーティー。日本では 馴染みが薄いが、欧米圏で、比較的見られる。婚活パーティーや合コンは、結婚していなくて、友人や恋人、または、性愛のパートナーを見つけたい人を対象に、運営されているパーティー。一般的には参加者同士の出会いを容易にするゲームを、行う。例えば、参加者たちにメッセージカードを渡しておき、自分と同じメッセージを持っていそうな相手を見つける、ゲームなどがある。 マッチングカードの揃った両人には、ささやかな商品が渡される場合もある。これらのパーティーは、非営利団体と営利団体双方の様々な組織によって、主催されている。政治資金パーティーは、学校、事前団体、企業、政治団体など、ある人物や機関にとっての資金集めを目的として、開催されるパーティーである。通常これらのパーティーは、格式の高いもので、 夕食とそれに続くスピーチや、何であれ、現金の対象を称えるプレゼンテーションで構成されている。この種のパーティーで入場料を請求するのはごく一般的である。特に政治活動で資金集めがされている場合、この料金が数十万円になるほど高額な場合もある。卒業パーティーでの大学院生たち一部地域では、各種学校や、 大学の卒業を祝うパーティーが人気となっている。卒業パーティーは、キャンパス内外で開催される場合があり、場所が遠い場合は、交通手段が提供されることもある。ピーテル・ブリューゲルが、農園での結婚披露園1620年頃、シャワーとは、主品にプレゼントを渡すことを主な目的とするパーティー。伝統的に、ブライダルシャワーとは婚約した女性が彼女の今後の、 結婚生活に向けたプレゼントをたくさんもらう方法である。この種のパーティーでは結婚に関するゲームがしばしば見られる。妊婦を対象としたベビーシャワーの新たな潮流として現代の超音波技術によって可能になった胎児の男女を告知する性別疲労パーティーがある。家族、男女、ある人物が新居に引っ越す際、新築祝いのパーティーが開催される場合がある。 そこの主人が新居を友達に見せる機会である。新築祝いのパーティーは形式ばらないのが通常で、新居やアパートに出かける以外に計画された活動はない。招待された家族や友人がお祝いとしてプレゼントを渡す場合がある。企業社屋や法人の建物に関しても落成式、竣工式と呼ばれる式典が行われたりする。こちらは施主である。 法人経営幹部及び工事を受け負った建設業者が出席するのが通例となっている。クラブの新入会社、新入社員、新しい家族の赤ちゃんなど新たに来た人たちを迎える目的で歓迎会が行われる。日本では学生や若者たちが新歓コンパという属性でこのパーティーを開くことが多い。多くの文化では 去りゆく人や長期にわたって多幸する人に権威を表して送別会で見送る習慣がある。定年退職者を対象とした慰労会などもこのカテゴリーに分類される。日本では遠藤周作による1974年の小説、口笛を吹く時の題材にもなっている。打ち上げは演劇やミュージカルやオペラといった工業の先集楽を終えた後に行う宴会。 この種のパーティーは映画撮影の終了後に行われたり、連続テレビ番組のシーズン最終回終了後に行われる場合もある。打ち上げはプロアマどちらでも大半の工業で伝統的に行われている。招待客は通常、出演者と裏方の制作人、そして工業には出演しない者の,の制作資金を提供したスポンサー数名などに制限される。 プレパーティーとは、学校行事、結婚式、誕生会など各種行事の直前に開催されるパーティーである。通常これらのパーティーは短時間であり、時には行事の準備を伴う。客人は通常同時に、そこを去り、一緒に行事会場に到着する。参加者たちは多くの場合プレパーティーで飲酒して酔っ払う。アフターパーティーとは、 工業終了後やメインのイベントの終了後の夜に開催されるパーティーである。客人は通常主催者の友人に限られる。アイザック・オリバーが野外での宴会1590年頃国際的なモノ・オーストラリア・カナダ・フランス・ドイツ・インド・イラン及びペルシア語圏アイルランド・イスラエル・メキシコ・ニュージーランド・パキスタンスコットランド・スウェーデン・イギリス・アメリカ合衆国・ールグアイ・日本・キリスト教・イスラム教 ユダヤ教仏教著名なパーティー、ありがとうございます。